系ファッションとは、神戸、山手エリアの女性が、時代の流行にとらわれることなく、長年にわたって培ってきたとされる、ファッションスタイル。1970年代のニュートラの全国的流行を経て、2000年代初頭においては、日本の多くの女性がこぞって、神戸系ファッションを取り上げるようになり、それをきっかけとして20歳前後の女性を中心に、流行。 一つの着こなしとして確立された。その特徴は上品で保守的なお嬢様を表現している。アパレルのほか、ケミカルシューズ、真珠加工、貿易といった周辺分野も含めたファッション産業を長く特徴的産業としてきた神戸は明治期初頭の開港以来、国際貿易港の後輩地として、いち早く西洋文化を取り入れ発展してきた歴史と、 隣接する足ア屋アや宿川、クラクエン島の半神館地域を含んで、ショート大阪のベッドタウンとして発展してきた歴史がある。これらのことが早くから西洋化、近代化された一種の上流階級文化ともみなし得る、独特な山手文化を同地に育んできた。こういった背景のもと、神戸、山手エリアに住む富裕層の女性が好んだとされる、エレガントさを基調としたスタイルが軸となり、 比較的、ブランド志向の強い洗練されたファッション感覚が、高度成長期を経て広く、市民に醸成されるに至り、1975年頃より、ニュートラという名称で発信されて、ブームとなり、全国的な展開を始める。その後、2000年頃から再びファッション誌がこぞってこの、スタイルを、神戸系ファッションとして取り上げたおことを契機として、全国的に流行し、 着こなしの一つとして認識されるに至った。無論、神戸系ファッションなる語は、その際に使われ始めた言葉で、それ以前は、意識的に使われたことは、基本的にはなかった。いくつかのブランドやショップが、その代表例とされるほか、この流行を積極的に利用する、形の新たな展開も見られる。しかし、ニュートラ以降の神戸系とは、東京発祥のファッションであり、本来、 神戸及び阪神間地域で育まれたものとは全く異なるものであって、いわばそのイメージを借りたものに過ぎないと右折もある。昔からこの地域で愛されてきたファッションは、例えば君島のような上品でシックなスタイルであったり、高い技術を持つ職人によって仕立てられた上質なコートや靴などであった。また、上記の理由から、神戸の女性はあまり流行やブランドに流されない。 傾向がある。それが高級ブランドであってもなくても、質が良ければ大切にして、そのような品物を扱う店舗との付き合いを大切にするとされる。日本の経済がデフレフ強化にあった20世紀末から21世紀初頭においての消費の二極化現象つまり、普段は経済的な消費傾向にある一般消費者の間でも本人のこだわりのある特定分野においては、 ある高級品が価格に見合った価値を持つとみなし得ると躊躇なく購入するといった消費動向が顕著であった。この現象はファッションの分野においても同じで、その一つがいわゆる神戸系ブームにつながったとする分析も存在する。つまり上記のような消費傾向を持つ女性が増えたことで上品さを備えた価値に見合った高級品とみなし得る。 神戸のスタイルを真似て着飾る女性が全国的に溢れることにつながったとするものである。女性誌などを中心に全国的ブームを巻き起こした神戸系ファッションには主に以下のブランドが挙げられる。昔ながらの神戸スタイルを具現するブランド。ありがとうございます。